今年のドラフトはどうするべきか単純にポジション左右年齢で考えてみたはいもうこれは一ファンとしてドラゴンズの選手を調べて単純に編成的に今どこのポジションが多くてどこのおポジションが少ないのかあるいは右左のタイプですとか年齢だとかいろいろ見てみてじゃあこうなんじゃないのという話です。 去年まではね結構いろいろ取材をして選手の具体的な名前も出したりなんかして模擬ドラフトを放送でしておりましたがいろんなご批判もありましたのでやめます、はい、今日この時点で中日ドラゴンズの支配下登録選手というのは64人です内訳ピッチャーが31人キャッチャー6人内野手14人外野手13人です。 ただですね、あ、今日はちょっと継承略で行かせていただきます。カリステが内野手登録で、板山が外野手登録。実情とちょっと違うじゃないかというファンの声も聞こえてきそうですが、登録のままお伝えしていきます。年齢なんですが、これもね、今何歳か、誕生日がこの後とかね、早生まれとかいろいろあるのでややこしいので、生まれた年で、ズバリ今年いくつになるのかで、 計算しましまただから10代となると今年高卒ルーキーか高卒2年目なんだけれども早生まれの選手はもう10代とカウントさせていただきますちょっと今日羅列が多いので1回で頭にすっと入ってこないかもしれませんピッチャー31人を細かく見ていきます4分割します先発右先発左リリーフ右リリーフ左先発右 十人います。十代のピッチャーいません。二十代前半、この二十代前半は二十歳、二十一歳、二十二歳、二十三歳、二十四歳とします。五人います。結構いるんですね。松木平、高橋弘人、草加、中嶋根オ。二十代後半、この後半は二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、二人います。メヒヤと梅津。三十代前半が柳福谷。 30代後半が枠井。先発の左。ここが今日はポイントで、4人しかいません。10代、福田。20代前半、ゼロ。20代後半、小笠原の1人。30代前半、松葉の1人。30代後半、大野の1人です。リリーフ右。12人います。10代はいませんが、20代前半は、羽生と松山の2人。 20代後半、7人います。実はこの20代後半の7人というのが最も多くボリュームゾーン。加藤龍馬、清水、梅野。彼らがいずれも25歳。森と藤島26歳。勝野27歳、マルティネス28歳です。30代前半はフェリスの1人。30代後半が岩崎と祖父江の2人です。リリーフの左、5人です。ちょっと少ないです。10代いません。20代前半、福島の1人。 20代後半は3人います。橋本石森斉藤。30代前半が福一人です。以上のことから単純にですよ。単純に私のような素人がピッチャーにおける編成的な問題点、課題点を挙げると左の先発が4人と極端に少ない。 しかも20代前半がゼロで小笠原がポスティングシステムで抜けると仮定するとなんと20代の左の先発がごそっといなくなります左のリリーフもちょっと5人と少ない上に10代および20代前半の左のリリーフというのは福島だけですさらに総じて高卒3年目までのピッチャーというのが支配下で福田だけです 育成には2年目の野中そして支配下で入って育成になった森山というピッチャーがいるんですが3人しかいないなんですね。逆に右のリリーフ特に右の20代後半のリリーフはちょっと渋滞気味です。以上がピッチャーの課題というか問題点というか現状ですね。 キャッチャー6人20代前半が3人山浅宮石橋20代後半はいませんが30代前半が宇佐美加藤琢磨木下です、まあ、20代後半のキャッチャーがいたらバランスはいいんですが特にキャッチャーの年齢的な問題点というのは私はあまりないのかなと感じています。 内野手が14人います。で、この内野手も二遊間タイプと一塁三塁タイプに分けました。で、福永を一応一塁三塁とみなしました。で、この福永はセカンド再挑戦。で、もともとね、二遊間タイプという形で入ってきた。まあ、二遊間というか、セカンドとサードというタイプで入ってきたので、なかなか分類しにくい選手ではあるんですが、ファースト、サードとみなします。すると、二遊間9人います。20代前半が 6人もいます。ロドリゲスリューク、津田いずれも22歳田中24歳村松23歳辻本23歳20代後半が2人一応石垣もここに入れました26歳樋口26歳30代前半が山本31歳です。ファーストサードタイプ20代前半石川隆也20代後半ここに福永を入れました30代前半が高橋周平と一応リ捨て。 三十二歳です。三十代後半が中田一人です。以上のことから、問題点・課題点を挙げると、二十代、まあ、前半、後半を合わせると、二十代の二遊間がかなり多いです。一方、ファーストサードのスラッガー系が少なくて、二十代前半は石川孝也しかいません。で、福永を二遊間と。 仮定してしまうと、そっちにカウントしてしまうと、なんと10代、20代前半、20代後半合わせて若手のファーストサード系って石川貴也だけになるんですね。実際は、おいおい若さん何見てんだと、ね。津田サードで出てるのが多いだろ、石垣も入管か、 いろいろ突っ込みは出てきそうですが一応一応このように私はカウントしました外野手13人います20代前半は3人岡林浜小田20代後半が5人鵜飼ブライト細川三好上林30代前半が4人板山ここに一応板山も入れました川越後藤ディカーソン30代後半が大島 これ少し30代が外野手多いんですが、これ年齢構成のバランスは悪くないと。ただ、左打ちが13人中10人もいて、右の外野は3人。鵜飼、ブライト、細川だけです。だから、右のね、まあ、若手ですよね、がいればいいかなと思うんですが、そこまでなんか優先順位は高くないかなという気はしています。 まあね右だろうが左だろうがそんなの関係ねえと左バッターでも左ピッチャー打ちはいいし右バッターでも右ピッチャー打ちはいいしって言われればそれまでなので一応左右のバランスがちょっとアンバランスだよということをお伝えしておきます以上のことから今年のドラフトは私一位左の先発タイプを指名するべきではないかできれば大学社会人の即戦力左腕先発 ドラフト2これおかげさまでですね、えー、最下位になりましたので、ね、バー順が早いんです、ねえー、西部の次ですすねの次ここも私は左の先発タイプ大学社会人だからね今年おいおい中日偏りすぎだろうと左の先発タイプ大学社会人で1位に多いどういうことだって思うかもしれませんが私のような素人が風呂敷にですねブワーッと ドラゴンの選手を広げて並べた結果、左の先発は欲しいんです。3位。これちょっとね、ウェーバー的に随分遠くになってきて、なかなか順番も上回ってこないんですが、まあ、ここで高校生のファーストサードスラッガー系か、左のリリーフタイプ大学社会人。ちょっとこの3と4は入れ替わってもいいかなという気はしてます。で、5位。5位で高校生のピッチャー。 左右問わずどっちでもいいです。高校生の左右のピッチャーを取ればいいのでは。でもし6位まで行くんだったら高校生の右打ち外野手がいいのでは。 ただひょっとしたら5位ぐらいで打ち止めになるかもしれませんというのも64人も支配下選手がいますのでこれ5人そのまま支配下で取ったら69となると、まあ、随分枠がパンパンになるので、まあ、対談選手が増えていく当然ね外国人選手は分かりませんし FA 獲得の選手もいますし第二次戦力外もあるとかないとか言われてますのでおそらく今後ドラフトで獲得すればその分対談する選手も出てくるかもしれませんが現状は私単純に。 ポジション左右年齢で考えてみると先ほど述べたようなドラフト戦略になるのではないかという予想でした。